山口隆は兵庫県神戸市長田区出身の元プロ野球選手、野球指導者。日本球界屈指の速球投手として、関西大学や阪急ブレーブスでの在籍中に、チームの優勝へ貢献した。神戸市長田区宮川町に生まれる。出生時の体重は3500グラムと大柄であった。両親は共に、鹿児島県の出身で、父親は、 川崎車両に就職していた。山口は第二子で二男一女の次男であった。高氏という名前は常に理想を高く掲げ、実現できる男の子にという両親の思いからつけられた。三歳年上の兄と幼少時からキャッチボールでよく遊んでいたという。神戸市立長田小学校に進学。小学校時代は勉学は苦手ながら体育は優秀で、その頃より、 肩は強く、また、運動会のリレーでアンカーを務めて抜きんでた。速さを示すなど脚力にも優れていた。小学校5年生の時、学校の野球チームに加入。試合では投手か外野手で起用された。神戸市立高取体中学校では、野球部に所属し、上級生との人間関係に悩みながらも、3年生時には、投手で3番打者を務めた。野球を念頭に、 地元にある高等学校から進学先を選ぶことになり、滝川高校を検討したが、両親が兄弟3人の教育費を負担する状況を考えて、公立に志望を変更し、1966年4月に神戸市立振興高等学校商業科に進学する。高校入学当初、体の発達に内臓が追いついておらず、異常を訴えて診察を受けた結果、医師からは、 運動を控えるよう命じられる。これが面白くなかった山口は約一週間の不登校を経験。学校に復帰しても練習は欠席する日が続いたが、約二ヶ月後に異常もなくなり復帰した。この間、野球部の監督は体調不良となっていた高瀬二郎から元関西大学野球部監督の高木大三郎に交代していた。高木はその年秋以降、 部員に対して下半身の強化のために走り込みをさせた。加えて、主戦投手の一人となった山口に対しては、上から投げ下ろすフォームと直球勝負を指導した。当時山口は、投手のほかセンターも務めていた。2年次には、春の兵庫県大会で、育英高校と東洋大姫路高校を相手に2試合連続のヒットノーランを記録した。夏の県予選は、 春の大会に続いて、三田学園の前に敗退した。投手1000人となった3年時には、春夏連続で、甲子園出場。春の選抜では、1回戦で、別府鶴見級に圧勝。2回戦で、尾道賞の井上幸信と投げ合うが、延長10回の投手戦の末礼から2で赤敗夏の選手権では2回戦で、秋田市立校に敗退した。 山口は1968年度の日本学生野球協会表彰と兵庫県高等学校野球連盟優秀選手の表彰を受けた卒業後は進学を希望し山口自身は東京六大学野球連盟の早稲田大学に憧れがあった全国的には無名だった山口に早稲田から動きはなく一方で法政大学が OB であるし新興前監督の 高瀬を通じて、勧誘に動いた。しかし、身長の低い山口は6大学では、難しいという周囲の反対に加え、実刑が進学していたことや、自宅通学が可能なことから、関西大学に進路を決める。新行監督の高木と、関西大学野球部監督のダルマ賞一の間で、希望が一致したという事情もあった。百六十九年、山口は推薦で、 関西大学社会学部社会学科に入学した。野球部では村山実もつけていた背番号11を与えられる。一年生時は関西六大学野球リーグで春と秋のリーグ戦の合計9試合に当番3勝2敗、防御率0.97の成績であった。四年生エース久保田義郎を支え、同年の春秋季連続リーグ優勝に貢献する。一年生のオフから 野球部では、陸上部 OB のコーチによる徹底した走り込みや、ウエイトトレーニングが行われ、基礎体力の底上げが図られた。2年生のシーズン、関西大学は、春のリーグ戦に優勝、9位を向上させた山口は3連勝を含む6勝3敗であった。この優勝により、関西大学は、第19回全日本大学野球選手権大会に出場する。 6月24日の準決勝では、プロ予備軍とも呼ばれた、法政大学と対戦、今も選手権記録として残る延長20回の熱戦となる。法政大学は、横山春久、池田忍の両投手が、系投、対する関西大学は山口が一人で投げ抜き、最後は 3x-2 でさよなら勝ちした。しかし山口は2回戦までの2試合にも完投していた。上、 決勝は日程の都合で準決勝終了を30分後の開始であったことから登板を回避した。疲労の残る関西大学は ASA の元直樹を擁する中京大学に敗れて準優勝であった。2年生の周期リーグは7勝を挙げたものの肩の痛みを発して以後の試合には登板できなかった。それでも関西大学は春秋連続優勝を飾り、 山口は年間で13勝5敗の成績だった。そのオフに、山口は監督のだるまの紹介で先輩の村山、実に初めて面会し、肩痛の相談をしたという。3年生のシーズン前に肩痛は治ったが、春季リーグ戦は4勝3敗と不調で、エースマスオカヨシノリを要する同志社代に圧倒され、優勝を逃した。秋季リーグ戦では復調し、 5試合連続完封勝利を含む8勝0敗を挙げて優勝に貢献した。この間、68イニング連続無失点のリーグ記録も樹立している。1972年の4年生時は、春季リーグに9勝0敗でチームは2期連続優勝を達成。6月の第21回、全日本大学野球選手権大会では4試合すべてに当番 内決勝の慶応義塾大学戦を含む2試合で完封勝利し、関西大学に16年ぶりの優勝をもたらした。この回答により、山口には村山2世の呼び名が付けられる。7月の第1回日米大学野球選手権大会に選ばれ、フレッドリン、ウォーレン・クロマティ、後にテキサス・レンジャーズから全米1位で指名されたロイス・モーリーラを要するアメリカ代表チームに対し、 日本チーム4勝のうち3勝を挙げ、最高主君選手賞を受賞。周期リーグ戦は4試合目の大阪商業大学戦にサヨナラ負けを喫し、3年生以来継続していた連勝記録が21でストップした。しかし敗戦はこの一つだけで9勝1敗の成績を残し、チームは3期連続優勝を遂げた。リーグ戦の4年間通算成績は65試合に、 当番して46勝11敗、497、脱三振であった。このほか、機質のものも含めて、以下のリーグ記録を残した。11月の第3回明治神宮野球大会でも4試合すべてに、当番、決勝の法政大学戦、準決勝の早稲田大学戦を含む3試合に、完封勝利を挙げ、2年政治から2年連続して、準決勝で敗退していた。 同大会で優勝を達成した大学同期には打線の中心となった遊撃手の山口園、外野手の長沢和夫がいた。大学で数々の記録と実績を残した山口に対し、プロ野球スカウトの評価は高かった。しかし、神宮大会前の10月29日にプロ入り拒否を宣言。理由はプロでやれる自信がなかったこと、自身の身長の低さへの不安。 大学3年から4年に挙げた高成績による達成感からであった。これを機に社会人野球チームを持つ企業約20社が獲得を希望。山口はその中から松下電機産業と日本生命保険に候補を絞った末、神宮大会後に大学 OB のしがらみが少ないこと、大きな企業であることを理由に松下電機への入社を決断し、 11月21日に一人だけの入社試験を受ける。しかし、同じ日に開かれた同年のドラフト会議では、ヤクルトアトムズが4位で強行指名する。ヤクルトは、オーナーの松園直美が自ら挨拶に訪れたり、契約金、年俸として金額が空欄の小切手を提示するといった手段まで用いたが、家族や大学も含めた山口側の意思は固く。 最終的に手を引いた。1973年4月に松下電機に入社し、同社野球部に入部した。2年連続で都市対抗野球に出場。1973年の第44回大会では、日産自動車との1回戦に先発するが、賠償アキラに3点本塁打を喫し、日米野球の同僚であった藤田康夫に抑えられ完封負け。 1974年の第45回大会では地区予選で敗退したものの新日鉄堺の補強選手となる。1回戦で因縁の日産自動車に完封勝利。準決勝で大昭和聖市北海道の仙道和久、龍俊之と投げ合い延長11回に、サヨナラ負けするまで33イニング無失点、39奪三振を記録して、同大会の小野賞を獲得した。 直後に来日したキューバ代表と社会人野球、選抜の交流試合にも、当番、11月の社会人野球、選抜キューバ遠征にも参加した。しかし、会社員なのに、実質的には、野球で評価を受けるという生活を続けるうちに、このままでは仕事も野球も、中途半端になるという思いから、トップの世界で野球をやりたいという考えがすでに1年目の秋には生じていた。 二年目のシーズン後にプロ入りを表明した。11月19日に開かれた1974年のドラフト会議で阪急ブレーブスから一位指名を受ける。当時は指名順序を予備抽選のくじ引きで決めてその順番に指名するシステムで順序は近鉄バファローズがトップ、阪急は二番目だったが近鉄は指名を回避した。山口自身はこの時アマチュア、 日本代表によるキューバへの遠征中で、指名を知ったのはキューバを離れて、メキシコに入った12月2日だった。山口は帰国後、いい感じを持っていると、コメント、すんなり入団を決意した。阪急は、プロ選手としての契約の他に、60歳までの雇用契約を提示する異例の待遇を行った。背番号は前年まで阪急に在籍していた。し新興の先輩。 宮本幸信がつけていた14となった。12月27日の入団会見の席で監督の上田理事は山口を翌年3月16日のオープン戦で先発起用することを予告した。1975年の開幕前、山口はオープン戦の試合に登板、予告先発の試合では勝ち星を挙げ、防御率は点六六であった。だが公式戦では 初登板は敗戦2試合目も失点を広げた。2試合目で本塁打を奪った太平洋クラブライオンズの4番土井正宏は半球の福本豊かに山口のストレートは打ちにくい。なぜ力があるのに変化球を投げるのかとコメントする。山口はプロでは変化球が必要とカーブも投じていたがこの言葉を知って直球を中心とした投球に切り替えた。 初先発となった3戦目では9割近くを直球で投げ1失点完投勝利を挙げる。山口は全投球の8割以上がストレート。当時はサインも複雑だったけど、そんなの関係なかった。野村克也さんに、お前、デートなんて見たことないやろ。ええー、なと言われたこともあったと振り返っている。前期を7勝5敗の成績で、前期優勝の胴上げ投手にもなった。 この間、5月30日の対近鉄戦では、山口の前に凡退した羽田孝一に対して、指示を守らなかったと誤解した、近鉄監督の西本幸雄が、ベンチでオーダーするハップニングも起きた。後期は夏場に調子を落とし、最終的には年間で32試合に、当番12勝13敗1セーブ、防御率は2.93の成績だった。 プロ入り時の目標だった15勝には届かず、敗戦が勝利より一つ多かったものの、新人王に選出された。夏場の不調時には、打たれ出すと、ますます直球を投げるのが怖くなると、再び変化球を大投げしたが、最終的に改めて自分の武器が直球であることを再認識したと、オフにスポーツ紙に寄稿した手記で述べている。後期優勝の近鉄とのプレーオフでは2勝。 再び胴上げ投手となる。さらに同年の日本シリーズでは6試合中5試合に、当番、1勝2セーブで、ここでも胴上げ投手となり、日本シリーズ MVP を獲得した。1976年は、前年より抑えでの起用が増えた。主戦投手だった山田久志は、山口を見て、もう自分の速さでは通用しない都心カーを、習得するとともに、山口が抑えに入って、 先発に固定されたことで復調したと述べている。山田は前年、山口が注目される中で引退も考え、残留が決まって見返したいという思いの中で進化を覚えたとも話している。先発、抑えを問わずに起用された山口を、足立光弘は使われすぎ、かわいそうやったと後年表した。山口自身は引退後に、上田の起用法について、 僕らピッチャーはいけと言われれば、息に感じて、いくらでも投げました。ただ、投手側から見ると、上田さんの起用法では使われるものが長持ち、しないでしょうねと述べている。読売ジャイアンツとの対戦となった、日本シリーズでは5試合に登板して1勝1敗1、セーブ。日本一に大手をかけていた第4戦では、同点の9回表西から柴田伊佐に、決勝本塁打を浴び、 先発した第6戦では7から0のリードからも、失点して逆転負けのきっかけを作るなど苦い経験もしたが、第7戦で、あ達ちが巨人打線を抑えて優勝。山口は、あ達ちさんに救ってもらったと語っている。1977年は、登板42試合中先発13と、さらに抑えの比率が増えた。この年は、シーズン終盤から調子を落とし、2年連続で巨人と、 対戦した日本シリーズでは第3戦のリリーフが唯一の登板だった。1978年開幕直後から山口はほぼリリーフ1000人となる。今井雄太郎や佐藤義則ら先発投手が増えたことが背景にあった。13勝4敗14セーブの成績で最優秀救援投手のタイトルを獲得する。日本シリーズ前の10月上旬。 有馬温泉の祝勝会で開かれたゴルフコンペの際にティーグラウンドに降りようとして目測を誤り右足を強く踏み込んで腰を痛める。シリーズに向けた打撃練習で症状が悪化、2戦目までベンチに入ったものの3戦目以降は登録を抹消された。山口不在の阪急はヤクルトに敗退、大橋城や上田理事は山口がいれば勝てたと話している。 故障した腰には様々な治療法を試み、痛みは引いたものの投球の際の感触は元には戻らなかった。1979年のシーズン中には二度の二、軍落ちを経験。近鉄とのプレーオフ第2戦では5回からリリーフ登板したが、中軸打者ではない平野光康、有田修造に本類打を奪われて降板9位の衰えを印象付けた。 1980年5月28日のロッテオリオンズ戦では、張本勲に通算3000本安打となる本塁打を浴びる。山口はシュートで、フライに打ち取るつもりだったが曲がりきらず、直球を待っていた長本に狙い撃たれた。福本豊は、俺が守っている時に、高志が完璧にやられた唯一のケースと述べている。この後、左アキレス腱を痛め、 この年も一軍と二軍を往復した。1981年は4月下旬に二軍に落ちると、シーズン終了まで一軍に復帰できず、当番3試合で、防御率は11.0という成績に終わる。オフに、監督の上だから、移籍か引退を勧告されるが、もう少し続けたいと半球にとどまった。しかし、1982年も成績は回復せず、9月3日の、 セ武ブライオンズ戦の9回に登板して7失点を喫したことで引退を決意した。10月22日に正式に現役引退を表明した。阪急球団からの要請で1988年まで2軍の投資コーチを担当。球団経営権が阪急電鉄からオリックスに譲渡され、球団名がオリックスブレーブスになった1989年からは、 一軍の投手コーチを務めた。土井昭蔵が監督に就任した1991年からは、一軍の投手コーチを二人で担当する体制に移行したため、山口はサブの担当になった。1995年には、山田久志と共に、野村隆人、鈴木平平井聖子などによる、系統体制の構築へ尽力。1995年からのパ・リーグに連覇や、 1996年の日本シリーズ巨人を倒して、オリックス初の日本一になった。山田が1996年限りでオリックスを退団したことに伴って、1997年からの2年間は、山田からメインコーチの座を引き継いでいた。1999年から2002年までは、オリックスの関西地区担当スカウトに転身。松下電機の後輩投手である、 大久保勝信などの獲得に尽力した。2002年のシーズン終了後に、阪神タイガース一軍監督の星野先一から、コーチへの就任を要請されたことを機に、2003年に二軍投資コーチとして、阪神へ移籍。阪急へ入団する際に提示された60歳までの雇用契約が、オリックス球団にも引き継がれていたため、阪神球団にその旨を伝えると、 60歳までは面倒を見るという回答を得たという。同年には右肩手術からのリハビリ中だった福原忍に対して右肩に負担のかかりにくい投球フォームを指導した末に復帰へ導いた。2004年には当時2軍でくすぶっていた藤川球児に対して右膝を折って沈み込みながら投球する悪癖を指摘。投球の際に右膝を伸ばすとともに 肩や腕の自然な動きで投げるフォームへの改造を指導した。その結果、リリースポイントが指導前より高くなったことで、ストレートの伸びや角度が格段に向上。球界を代表するリリーフ投手への道を開いた。2005年から、阪神球団本部編成部の投手担当スカウトへ転出。同年には、一型糖尿病の影響で公式戦上の 当番実績が乏しかった大学の後輩、岩田実を希望枠制度での入団に導いた。2009年から阪神の一軍投手コーチに復帰、ブルペン担当のコーチとして7シーズンにわたって救援投手陣の整備に尽力した。しかし、2015年に救援投手の通算防御率がリーグ再開の4.14と低迷したため、シーズン終了後の10月15日に、 球団からコーチ契約を更新しないことを通告。この通告を機に、阪神を退団した。阪神退団の直後には、高校、大学野球の選手の指導に必要な学生野球資格の回復に向けて、学生野球資格回復研修を受講。2016年には、2月2日付で、日本学生野球協会から、学生野球資格回復の適正認定を受けた。 アマチュアの選手にも気軽に指導できる資格が欲しかったとのことで、この認定を機にアドバイザリースタッフとして関西大学公式野球部へ復帰した。同部は2019年の第50回明治神宮野球大会で自身の選手時代から47年ぶりに初戦を突破した。アドバイザリースタッフへの就任直後から指導してきた4年生主体のチームで、 自身の選手時代と同じく決勝にまで勝ち残った。その一方で2017年4月にはスポーツ日本の連載企画我が道を担当している。直球はプロ野球史に残るほどの合速球だった。速球を武器に阪急ブレーブスの黄金時代を支え日本プロ野球史上最も速い球を投げた投手とも言われる。特筆されるのは速球系の投手には 超新の選手が多い中、投手のみならず、プロ野球選手としても小柄な169センチメートルの身長で日本プロ野球史上に数えられる速さのボールを投げることができた点である。低い身長から高い球速を生み出したのは腕を真上に伸ばして円を描くように振り下ろすアーム投げに上半身を折り曲げる動きを加えた独特のフォームだった。その姿は投げ終わった後、 右手の中指と人差し指をマウンドに突き指しているという風説も生んだ。このフォームは体幹も含めた強靭な筋力を必要とし、実際に風呂で山口の体を見た山田久志は逆三角形の体型、ピッチャーの体とは違うと証言している。投球動作から来る衝撃は腰にかかる形となり、やがて故障をもたらした。また、 リリースポイントでは手首を後ろに折り曲げて球位を増やしており大学のチームメイトだった長沢和夫は普通の投手には真似できませんと述べている元投手で指導者となった堀泉夫はアーム投げではストライクを取れるリリースポイントがほぼ1点に限られるため代償としてコントロールは悪くなると指摘し実際に山口は三振に対する支給の比率が1、2を超えていた カーブも投じたが、大学とプロで対戦経験のある山下大輔は、投球内容をほぼストレートと証言している。伊原春樹は直球で追い込まれた後に、視界から消える縦のカーブで打ち取られて全く手が出なかったと述べている。腰を痛めてからは、新たな変化球も習得したものの、直球に変わる武器とするには至らなかった。山口は、新しい変化球は、 試合で使えるようになるのに3年かかる。今の球が通用しなくなってから研究しても遅いと、早い時期から変化球の習得に取り組んだ山田久志と自らを比較して、そこが山田さんと僕の違うところだったと実感している。しかし、自身の現役人生については、僕は80%では投げられない。だから絵画戦だろうが常に全力投球。 こんな小さい体でそんなこと続けたんだから、4年で潰れても当たり前。後悔は全くない自分のフォームは変化球ピッチャーのそれじゃあない。必要な腕のしなり、肘や手首の柔らかさを持っとらん。背筋力、馬力で投げるパワーピッチャーやったと語っている。福本豊は山口の3年目の時点でホームが将来故障を招くことを忠告したが、山口は 自分は太く短くでいいと返答したという。また、入団時の担当スカウトは、肩の国使のため、実動は4、5年だが、必ず勝てるという見方を球団営業部長のや、継承用に対して述べていた。日本のプロ野球では、山口のプロ入り翌年から、スピードガンが導入された。山口の場合、1977年4月8日の、 対日本ハムファイターズ戦で計測された時速 153km という数値がある。高校からプロまで全てのステージで山口の投球に接した山本孝二は松下電機の頃が自分が見た中では一番速かったと述べ、高校、大学で山口と同期だったもと、スポーツ日本記者の近藤健はスピードは僕の目から見て大学3。 4年の頃が最高やったと証言している。日米大学野球選手権で対戦したフレッドリンはメジャー入り後山口ほどのスピードボールを投げる投手はメジャーにもそういないと語っている。新勝也は直球のマックスは160キロを超えたと証言する関係者は多いと記している。プロ入り後については以下のような証言がある。ドラゴンズホットスタジオで 山口と同時期の速球投手だった鈴木隆正が山口は速球投手として有名だが意外にも肩が弱く遠投でも九十メートルそこそこしか投げられなかったと発言したことがあるが遠投能力が低くても肩が弱いとは限らない遠投能力と投手としての球速が単純に比例しない理由として各々の,の,の投球動作技術が違うことやゴルフにおけるボール初速と 打ち出し角度及びバックスピン量の関係などが挙げられる。また、上田理事は、山口の方は強いと証言し、山田久氏は、山口の遠投能力について、なかなかボールが落ちてこない。地型が強い証拠と述べている。大学時代以来、酒が好物で、主豪といえる量を飲んでいた。福本豊は、俺が次の日に気分が悪くて、ゲーゲーしてても、あいつは、 ケロッとしとったと述べている。山口は父親譲りの酒に強い体質の持ち主で、この点から陳つやは、資料の多さが選手寿命の短さにつながったという見方に否定的な結論を下している。ゴルフを始めたのは阪急への入団2年目からで、それまで趣味らしい趣味がなかったとのことから、始めた最初のオフシーズンは3分の2をゴルフに費やしたという。 もっとも、1978年日本シリーズ直前のゴルフコンペで腰を痛めたことが、選手生命を縮める一因にもなった。1975年の日本シリーズ MVP で自動車を獲得したのを機に、今井祐太郎と共に教習所に通ったが、数日で辞めてしまい、2014年時点に至るまで運転免許は所持していない。妻は高校時代のクラスメートで、 黒入りを控えた1974年11月に結婚した。二条を設けたが、このうち二女は1989年に生後10ヶ月で多臓器不全により養成している。ありがとうございます。